敵向かうのは元テロリスト。アイバン、ザ・テリブル。この攻撃を仕掛けたのは君の元同志たちだ。アイバン、君はあらゆる手段を用いてSODの破壊活動を阻止してくれ。悪いが俺にはやるべき仕事がある。勝手にやらせてもらうぜ。銃弾を撃ち込むか、近づいて叩き切るか、 2つの戦闘術を駆使してテロリストを殲滅せよ。地形を見極め有利に戦闘を進め。俺には俺のやり方がある。しかしあんたらにもあんたらのやり方があるわな。狩りの時間だ。 幕を開けた。あんた電気つけたままがいいのね。でも私は暗いと気持ちよく動けるの。これは世界革命だ。あらゆる手段が正当化される。真の闇を知れ。本当の光はそこにある。裏切り者に救済はない。あるのはただ死の宣告のみ。 この呪い100年は解けんぞ。緊急コール、緊急コール。現在北米は13の地域に分断され、クランと呼ばれる戦闘部隊が乱立。激しい勢力争いが繰り広げられている。君の力によってこの危機的状況を打破し、 北米に新たな安定をもたらしてほしい。もちろん、いきなり戦闘地域に行っても何もできずにジ・エンドだ。まずは他の兵士と共に演習に参加してもらう。個人戦やチーム戦はもちろん、素手での殴り合いから、ちょっと変わったものまで、様々な演習を用意している。しっかりと戦いの基本を学んでほしい。ここで経験を積んだ後は、いよいよ実戦投入だ。 君には既にあるクランに所属するか、自分でクランを立ち上げるか、はたまたフリーの傭兵となるか、3つの選択肢を用意している。既にあるクランに所属した場合は、相手のクランの拠点となる要塞を破壊することが任務となる。こちらから攻め込む場合だけでなく、敵から攻め込まれた場合に防衛することも重要な任務となる。勝てば相手のクランで管理している資金を奪うことができる。 戦いによって要塞が破壊された場合は多額の費用が修繕にかかる。攻め込む場合はいかに破壊するか、防衛側はいかに被害を抑えるかが重要となるので覚えておいてほしい。自分でクランを立ち上げる場合はリーダーとしての任務が待っている。クランを運営する、いわば最高司令官だ。どこに戦闘を仕掛けるかはもちろん、 クランの拠点となる要塞の強化、戦場に投入する兵器の管理、メンバーの人事や他のクランと軍事同盟を結ぶなどの外交活動、さらにスパイ行為で情報を仕入れたり、プロパガンダ活動まで、ありとあらゆる手を尽くしクランを強くすることが目的となる。ただクラン運営には多額の資金が必要となる。 敵クランから資金を奪う以外に、メンバーからの献金など資金調達を怠らないように注意してほしい。フリーの傭兵としての道を選んだ場合は、とにかく戦いの舞台を見つけ戦闘に身を捧げてほしい。
説明は以上だ。どう生きるかは君次第。健闘を祈る。戦場のリアルが今幕を開ける。デビルズ・サード。